はい、というわけでどうも皆さんこんばんは、こんにちは。黒幕系 VTuber の川出健の略して川健です。飲酒村祠破壊 RTA なんか気になったんでね、ちょっと流行ってるっていうのもあってちょっとねやっていこうかなと思います。まあ、RTA ね、まあ、どういうことかというとリアルタイムアタックスピード勝負です。まあそういう感じのゲームなのかな。前情報があんまりないんですけど最初から走ってみましょう。スタート。名前、一文字以上は可愛ぬ。もう始まってんのかな。どうもパワスポ検証チャンネルです。今日はバツバツ村の神社にやってきました。ここには怒らせると怖い神様の祠があるようです。本当に怖いのか。検証のため祠を破壊していこうと思います。ボーン。おお、完全破壊。中にあった石像も割れ。おい、誰か来てるぞ。何しとるんじゃ、よそ者が。うわ、なんだよこのばあさん。お主ら祠を壊したんか。あ、おしまいじゃ。お戻り様が、またお戻り様のたたりが起きるのじゃ。はい、はい、聞こえてるでしょうか。音声大丈夫そうですね。ありがとうございます。はい、私川健はバツバツ村という場所に続くトンネルの前にいます。開始前に少しバツバツ村の解説をしますね。ここは独自の風習が特徴的な村で、お戻り様という村の神様、守り神を信仰しています。神社の奥にはお戻り様を祀る祠も存在します。今回挑戦するのは祠破壊 RTA です。祠を破壊して村人に怒られるまでのタイムを競います。怒られるまでの怒られていいんだ。村のトンネルに入ったらタイマースタート。心身深い、村長にあの祠を壊したんかと言われた時点でタイマーストップです。なぜか自分以外の奏者がいなかったのですが、エニーパーセントルール、クリアさえすれば OK というルールで走ります。説明はこの辺にしてそろそろ始めましょう。5、4、3、2、1、スタート。トンネル方法は、倒産の判断、より時間短縮を5秒以内に選ぼう。こすりつけていこう。屈指を2フレーム、はいはい、一瞬です。これをか壁抜けね、壁抜けしたんだね。これゲームの世界かな。はい、トンネルを抜けて村に入ることはできました。ここから駐在所まで移動方法は前提ですね。前提が最速です。そうね、あらゆるゲームでなんか緊急回避とか前提とかそういうのが早いんすよ。まだ目的地まで時間があるので RTA の説明をします。いきなり祠に行くことはできません。祠への道は鍵がかかってるし、鍵を盗んだり無理やり開けようとすると受注ハック見つかるからです。ここは急がなくていいんだ。24で止まってる。なので村人と会話をして信頼度を上げてから夜に行われる村祭りに参加するのがベストです。年に一度の村祭りでのみ祠への道の鍵が開かれるんですね。おー、そこを狙ってきます。さて駐在所が見えてきました。あ、これ時間はね3分14。はいはい、こんな感じか。ひっ、な、何してるんですか。前提していると驚かれますが気にせず行きましょう。あなた村の人ではなさそうですが一体何をしに。駐在さんに話しかけられました。村人との会話は基本スキップできないのでご了承ください。さて返答は YouTuber です。 YouTuber? あれね、いいけどあんまり騒ぐのはやめてくださいね。ミスったかも。これも戻れないないね。一応今の状態セーブしとこうか。これ大学教授とか言った方が信頼されるよな。この辺りもパワースポ検証がどうとか。くどくど、わかりました、気をつけます。許可は取れましたがちょっとロスですね。じゃあ入村者の名簿に一応名前を書いておいてください。誰が出入りしたか確認したいので、管理したいので名簿に名前を書きます。入力ソフトを考慮しアにします。アさん、キラキラネームってやつかな。およその方かい。ああ、村長さん、そうなんですよ。この人、村祭りに興味があるらしくて。村長が現れた。彼に、祠を壊したんかと叱られることが今回の RTA の目的です。
ここでこちらから村長さんに話しかけましょう。村長さん、こんにちは。素敵な村ですね。そうじゃろう。自然が豊かじゃし、住人もいい人ばかりじゃ。かつてはダムに沈みそうにもなったが。へえ、そうなんですか。興味なさそうな感じで言った方が早いだろう。うん、まあそれはいいじゃろ。話があっさり終わりました。ここで聞き返すと、村人全員で協力してダム建設に打ち勝った話が始まるので気をつけましょう。よその方、村祭りまでは時間がある。わしの家で待ちなされ。来ました。村長の言葉に甘えましょう。村人と会話をせず、祭りに参加することも可能ですが、その場合知らない人間だと警戒されて祠に近づけなくなります。なので早めに来て交流する必要があったんですね。ご迷惑でなければお邪魔します。若いお人は歓迎せんとの。さあ、わしの家に行くかの。はい。さあ、前転だ。駐在さんを引っかからないよう注意して動きましょう。うわ、待っとくれ。ひそひそ。何かをささめき合う村の住人がいますが、気にせず進みます。多分、村の外から来た若者が珍しいのでしょう。うわ、出た、ありがち双子。社に見栄を捧げなきゃ、お戻り様にたたられる。あぜ道に不気味なわらべ歌を口ずさむ双子がいますが、絡んでもいいことはないのでスルーします。10分経過か。次のステージである村人の村長の家に到着。まんじゅうと茶を出してくるわい、待っとれ。わかりました。村長が部屋から出ました。ここで彼女がポップします。ん、あら、あなたは村長の孫娘、小百合さんです。もう名前知ってんのおぼろすぎだろ。はじめまして、川健です。村祭りを見るために外から来ました。こんな山の中まで大変でしたね。遠路はるばるご苦労様。私の名前は小百合です。さゆりかな、小百合かな、え、これどっち、小百合かな。どうぞよろしく。小百合さんは微笑みました。彼女の笑顔は何百回見てもマジで本当に周回プレイしてんだな。美しい。祭りについて聞くのが早いんじゃない。祭りについて教え、あ、いや、プロポーズかも。ちょっとやり直します。さあ、プロポーズだ。結婚してください。え、突然すみません、あなたに恋してしまったんです。そんな急に言われましても。小百合さんは困惑している。自分も困惑して、あれ、これじゃ RTA になんないのに。しかし彼女の笑顔には抗えません。大体神がいる祠を壊すなんてことをやめた方がいいのでは。そうだそうに違いない。考え直してください。お祭りに行くんでしょ。祭りより今はあなたが大切です。あれあれ、時間表示も消えとる。時間表示もなんか仲良くなっとくためにプロポーズするのかなと思ったんだけど。ああそうですか。すっと冷たくなりました。あれ、お父さん早くして。あ、閃光が飛んだかと思うと視界が真っ暗になりました。頭が割れるように痛い。殴られた。この人じゃダメね。役目を果たせないわ。うむ、代わりのものならすぐに来る。最後に聞こえてきたのはそんな会話でした。バッドエンド RTA かな。一つ前の選択肢に戻りまーす。いや、リセットしようか。カット。さあ、戻ってまいりました。彼女の笑顔は何百回見ても美しい。こっからね、こっからプロポーズしたらバッドエンドなんで、ちゃんと答えていきましょう。祭りについて聞く。夏祭りについて教えてくれませんか。いいですよ。小百合さんが、村祭りの、夏祭りって言ったさっき僕、村祭りの解説をしてくれます。お戻り様に作物などを捧げて、日頃の感謝をする行事なんです。普段は入れない祠にも近づいてお参りできるんですよ。祠はどこですか？それは、はい、ここでお祈りポイントです。祠の場所は入村するたびに変わります。え？ランダム要素なの、そこ。
位置は4パターンですが、三本杉の下が最短です。頼む、ほこらがちゃん。え、待って待って、じゃあセーブ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 。ポチ。ほこらは神社の奥にある三本杉の下です。勝ちました。ここでリセットはきついのでめちゃめちゃ嬉しい。ほこらにお戻り様が祀られてるんですか？ええ、私村祭りで一度だけお戻り様を見たことがあって、お戻り様は人からかけ離れた姿をしていました。まるで鳥と鬼、タコ、人間を混ぜたような姿でした。ちょっと要素多すぎない？鳥と人間とかだ、鬼とかさ、タコと人間とかだったらまだわかるけど、想像できねえよ。鳥とタコと鬼と人間、どんな姿や。ねえ、見てみたいです、見てみたいですね、その姿。必要なフラグはすべて回収しました。祠に近づく理由ができたのです。フラグなんだね。なんだ、何してんの。あとは夏祭りの時間まで待つだけ。廊下と部屋を往復してマップ切り替えを行うと早く時間が経ちます。朝？あ、そう、僕ね、名前アにしました。やっぱりね、 RTA なんでアでしょ。何をしてるんですか？運動です。12往復すれば次のイベントです。気にせず続けましょう。おもろいな。40分経過。おーい、そろそろ村祭りの会場に行くぞ。村長が声をかけてきました。これ一旦セーブ。3人で神社に向かいます。壁抜け。前転より壁抜けの方が早いです。おい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 、裏側じゃねえか、どこだよここ。村長の家の壁で屈伸するとこのように村の裏側に進むことができる。ただ何もせずにいると村外れの川にダイブしてしまいます。なのでこの間に体の向きを神社の方に向けておきましょう。ドン。村長とさゆりさん、小ゆりさん、もうどっちでもいいや。小ゆりさんはなぜ先についているの、なぜか先についているので問題ありません。まあゲームだからね。会場である神社に到着しました。屋台がありますが、 2% なんてスルーします。 100% では全ての屋台のこのご飯を食べ、キングスクリート射的をクリアする必要が、ミニゲームがあるんだ。さて、祭りに参加していた村人が集まってきました。あんたが祭りを見に来たよその人だろ。駐在さんから聞いたよ。ああ、昼間ぜ道でリングリ返ししてるとこ見たよ。都会の流行りなのかい、なわけあるか。村の外から人が来るなんて珍しいね。なんなら泊まっていきな、空いてる部屋ならあるからさ。いや、ここは素敵な村ですね。ところでお戻り様のたたりって何ですか？先に聞いておいた方がいいだろうね。さっきそんな話を聞いたんですが。あれ、何も、黙っちゃった急に。何も答えてくんない。皆さん、どうしたんですか？ん？ああ、いや、何でもないよ。まあ、いいじゃないか。その話は。そうそう、気にせん方がええ。ああ、屋台を手伝いに行かんとな。村人が皆、別人のように態度を変えて去っていきました。ミスった？ここは時間短縮のため、あえて会話が終わってしまうような話題を選ぶのが正解。おーい、来た来た来た。そろそろ最重要のアイテムを入手するイベントが始まります。はよ、持ってきてくれ。飲みすぎですよ。困ったな。隣の屋台で言い争いが始まりました。駐在さんが神主さんを眺めているので話しかけます。どうしたんですか駐在さん。あなたは昼間の神主さんが悪酔いして祠の鍵を渡してくれないんですよ。祠への道を開かないといけないのに。酔わないとやってられんわ。向こうの屋台のビール持ってこい。駐在さんは仕事があり買ってくることができません。なのでここでこちらにビールのお使いを振ってきます。悪いんですけど、屋台で買ってきてもらえくれませんかね。僕は見回りがあるので、お金はこれ使ってください。ええー、いいですよ。駐在さんは仕事に行ってください。ありがとうございます。ではビール、わしビール飲みたい。
酔っ払った飼い主さんにビールをエナドリ。もちろんビールを買うのはタイムロスなので、エナジードリンクを振ってからコップに注いで渡します。ははっ、おお、これこれ色似てるもんな。ふはー、たまらんわい、気づかんのかい。全然味違うだろ。僕は黄色くてシュワッとした飲み物なら判定が通ります。判定ゆる。全く味が違うはずですが、泥酔しているので OK です。あ、そう、じゃあホコリへの鍵はこれ。じゃあついでに開けてきてくれ。エナドイで翼を授かった彼女から鍵をもらいました。ゴールは目前です。鍵を手に入れたので境内への階段を前転で上がります。前転で上がるってもう複雑骨折待ったなしだよ。途中から途中で落ちてさ。村祭りのメインイベントが発生したらすぐ奥の祠に向かいましょう。なさーん。おっと、小百合さんが呼んでいるようですね。返事をしない。なさーん、いないんですか。会話はタイムロスなので灯籠の裏に隠れます。灯籠の裏は村人を歩ける判定がないので手前までしか近づけません。おもろすぎるだろう。これを利用して村人をはめて会話を回避しましょう。いた気がするけど気のせいかしら。小百合ちゃん、出番だぞ。あ、はーい。タイムはここで50を切れていれば上出来でしょう。切れてるよ。境内に人が集まってきました。これから小百合さんが舞う歓楽が始まるからです。神楽かな、これ読み方なんだ。残念ながら当然小百合さんのおしめ姿を見る暇間はありません。合ってるかな。最初の数秒は強制的に干渉させられますが、ここだけは連打でスキップできるので飛ばしましょう。もちもち。村の人たちが歓楽に夢中になってる隙に祠へ向かいましょう。途中前転しながらいい感じの棒を拾っておきます。どうやってだよ。もうすぐこの RTA も完走。止まれー。お戻り様の祠に近づくな、よそ者がい。よそ者は出てけ。え、何、あの時いた。え、レアイベ。うわ、最悪、アドリブで対応しないと。釜を持った老婆が襲いかかってくる。避ける。間一発、老婆の釜を体を寄せて避けた。ここはどうする。壁がないからワープはできない。止まってて習慣を一瞬を老婆は見逃さなかった。あ、老婆の手には2本目の釜が握られていた。力が抜け体が支えられなくなる。地面に倒れ込む自分を老婆は見下ろしていた。これで村は、ハハ、第三陣営ってこと？いや違うか、老婆も村の一員なのか。ああ。一つ前、これは多分それまでミスってないと思うから、一つ前に戻りましょうか。さあ、アドリブ対応行くぜ。さあ、助けを呼ぶぞ。助けてー。ロバから逃げ惑いながら森の中を響き渡る大声を上げた。自分の叫び声にロバも驚いたような。その直後、数人が走る足音が聞こえてきた。大丈夫か。あれ、ま、寺田のばあさんでねえの。バカなことはやめろ。村人があっという間にロバを取り押さえる。さすがにロバも動けなくなったようだ。すまんの、寺田のばあさんはよそ者嫌いなんじゃ。殺しに来るほどよそ者嫌い。恐ろしい思いをさせて悪かったな。ばあさん、小百合ちゃんの歓楽でも見ようや。離せ！そやつを近づけてはならん！老婆は村人になだめられながら神社へ引きずられていった。あ、そうだ、アルティエ。あ、すいません。残り何分や。すっかり取り乱してしまいました。もう記録もめちゃくちゃだよ。再走確定ですね。せめて祠を破壊してから終わらせましょう。ん？なんで壊さないとなんだっけ？あれ？いや、考える時間がもったいない。早く祠を壊さないと。あ、連打、うわあ！これでやることは終わり。あとは村長に気づかれるのを待つだけです。ここも少し運が、あれ？村長、もう走ってきてるぞ。祠
こんな早く来るなんて、どっかで見てたのかな。あれ？RTA 奏者だったはずだけど、そのこと忘れてんな。おい、あんた、まさか、あんたまさか。それ僕が今いつもなんか TRPG で使ってるファンブルの今 SE 流れてめっちゃおもろい。あんたまさかそのおこらを壊したんか。ここでタイマーストップ。うわー、間に合ったぞ。おい、おこら破壊 RTA 記録は59分58秒。完走した感想なんですが、いや絶対言うと思ったよ。目標だった1時間切りを達成できて嬉しいです。最後は予想外のイベントで時間を食いましたが、それまでにいい走りができていたのでなんとかなったと思います。ただまだタイムは詰められると思うので頑張りたいですね。嘘、これ最速じゃないの。また挑戦します。お付き合いいただきありがとうございました。ではまた次の村でお会いしましょう。終わり？ん？え？何？あ？祠が破壊されたみたい。この日記も何度目かしら。え？今日は10月24日。夕方には村祭りが行われる。よそ者が来て祠を壊す日。私ははっきりと覚えてる。どうして祠が壊されるようになったのか、そのきっかけを。すべての始まりは1900年、廃村が決定した日だった。住民はダム建設に抗議したけど中止にはできなかったの。住民全員の引っ越しも終わり、工事は10月25日、村祭りの翌日に始まることになった。みんな最後の思い出に神社に集まった。私は歓楽を披露していた。建設作業員が来たのはその時だったわ。抵抗した私たちに腹が立っていて嫌がらせのつもりだったみたい。作業員は祠にハンマーを振り上げた。どうせ明日解体なんだ、今壊してやるって。ハンマーが直撃した。祠ごと御神体が割れて、そこまでは、祠と御神体が割れてそこまでは覚えてる。でも気づいたら10月24日の朝だった。何もわからないまま私たちはまた夕方に村祭りを始めた。そうしたらまた作業員が祠を壊しに来て、祠が壊された瞬間、10月24日の朝に戻っていた。村の人たちはお戻り様の真の力を知らなかった。お戻り様には御神体が入った祠を壊されると時間を1日だけ巻き戻せる力があった。はあ、すげえ、おもろ、そういうことね。それからは本当に同じことの繰り返しだった。祠が壊されて村の時間が巻き戻る。祠が壊されて巻き戻りは陥落の最中によそ者が祠を壊さないと成立しないようだ。村人が壊しても昼間に壊されてもダメ。でも何もしなくても勝手によそ者はやってきて必ず祠を壊していった。この時代に1900年代に RTA 奏者がいたってこと？未来人じゃん。まるで火に引きつけられる虫のように、よそ者が建設作業員からテレビ局員に、さらに YouTuber と名乗る数人組に、という変化はあったけど。本当に1900年代 YouTuber いるんか。どういうことだ。え、これもう2000年代まで進んではいるの。この村だけ時間繰り返してるってこと。どうやら村の外は普通に時間が経ってるみたい。あー、やっぱりそういうことか。もう何十年も過ぎてるのだろう。もし祠が壊されず10月24日が終わったらどうなるのだろう。止まっていた時間が動き、村人みんなの体が滅びるかもしれない。この場所はとっくにダムの底だろうから、
溺れ死ぬかもしれない。いろいろな可能性があったけど、村の人たちにとってはどの変化も恐ろしかった。私たちは慣れ親しんだ場所で見知った住人と同じ一日を繰り返すことを選んだ。だからか。ああ、なるほどね。この間、ついに寺田のおばあさんが発狂してしまったようだ。いやー、そういうことか、面白い。そんなシナリオ、ゲームなの、シナリオって言っちゃった。よそ者による祠の破壊を阻止して巻き戻りから抜け出すつもりらしい。住民全員に止められるから彼女の目論見が成功することはないでしょうけど、最近は同じ若者が繰り返し村を訪れる。RTA とやらをしてるらしい。理由は何でも、祠を壊してくれるのなら構わない。それに、あの人はなんだか面白いから、私は結構気に入っている。ほう。さあ、またあの人が村に来てくれたみたいね。これマルチエンドなの、もしかして。もしかしてマルチエンド？ああ、これで終わりなんだね。繰り返すよっていうことで。飲酒村祠アルカイ RTA。真相知れましたね。クリアしたから。トゥルーエンド。なるほど。お疲れ様でした。はい、というわけで、以上で飲酒村祠破壊 RTA 終了となります。僕のタイマーは確認してみれば27分50秒で止まっておりました。はい、まあ実際にはね、動画になるんで、これカット編集とかでね、もうちょっと短くなると思いますけど、まあ目標時間1時間を切れたんで良いとしましょう。はい、というわけでまたね、こんな感じでゲーム実況やっていくと思うんで、ぜひチャンネル登録、 Twitter フォロー、いや X フォローよろしくお願いします。それじゃあまた、さようなら、バイバイ。